半間山先生です。2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間山先生です。月火でですね、月曜日は3連勝でした。それで先日の試験投資で2万5392円でですね、また 戻してきました。前に11連敗ぐらいしたのに対してですね。で、こんな感じだったら、ね、次回はジェット機は、変えるという具合でしょうね。2週間目なんですね。で、先週は10勝5敗でした。勝率 75% ですかね。ハンドクリームはね、ちょっとこれいいんで、薬用ハンドクリーム、これいいですね。これよく使ってます。皆様方も使ってみて、まあいいですね。手荒れなんかも防ぎますし。で、10勝5敗だったんですね。で、月曜日は3個シグナルが来まして3連勝でした。で、今日の日付が、こうですね、18日ですね、火曜日。で、このインジケーターの精度がすごく高いということが分かりました。だいたい実数 76%、これに表示されている、ね、評価勝率 76% ぐらいになるようですね。それで実際は 84.2% です、このシグナルですね。これ今3つ出てまして、他はないですね、シグナルがね。で、ハイアンドロー社は500万以上月に稼がないようにしてください。止められちゃいます。それで、5万以上1回に投資しないということですね。5万以上多く投資しないということが大事です。それで、月500万以上稼げないで置いといて、長続き投資するように。他の口座もそうですね。他の会社もそういうふうにして注意して、定期的に少しずつ稼ぐということにしておくことが大事だと思います。で、これなんですけども、こういうシグナルですね。で、今日はね、シグナルこれ分析終わったんで、こう出てるんだけど、取引はできませんでした。まだ分析が出てませんでした。ここにありますけどね、今日ね。こう、勝ってるんですけど。で、ここにシグナルがね、出てますね。これも、ね、これもね、こう、出てるわけですね。これ休みの時間ですね。こういうとこはね、いいとこですね。こういうとこシグナルね、ここで勝ってますからね、すごいですね。ね。よく勝ってた人どうしたかな、YouTuber でいたんだけどね。あれ、詐欺してたのかな。なんか投資ってほとんど 100% ってやつ。いた人、あの人どうしちゃったんか。で、なんか、途中で揉め事があったりして、消えちゃったけど、ハイアンドロー社の口座が閉鎖されたとかなんとか。あの人どうなったのかな。すごい、僕以上に稼ぐ。で、勝率いいんで、ね、驚いたんですけどね。どうしちゃったのか。なんでね、こっち
こちらの時間はね、12時8分でしょ。こちら3時8分です。時間がずれてますからね。で、いいシグナルが出てるように、73% 以上、40ピップス以上、83% 以上ですね。実際はね、もう勝率、ここのね、計算上の。評価勝率はこっちですね。だから 10% 以上落ちるんですね。実際はね、今後の計算で見たい。こんな感じ。先週は10勝5敗だったんで、75%。大体同じぐらいで 74.8 ですからね。という考え。で、この分析は合ってるということですね。で、このシグナルですね。出たのはね。これ朝9時からだから、ここでシグナルが出る。インターネットの。あ、ちょっと出るかもしれない。シグナルがね。ちょっと止めますね。インターネット。ちょっとシグナルが出るかもしれない。カメラどうしたっけ？インカミングメール。シグナルが出そうですよ。ちょっと待ってね。インカミングメール。シグナルが出ると思うんで。ちょっと待ってね。インカミングメール。シグナルが出そうですね。ちょっと取引します。GBPJPY。こうですね。さあどうでしょうかね。取引しました。こっちでシグナル出たんです。UBPJPY。これは勝率いいですね。さあ、GBPJPY はこっちですね。どうでしょうか。さあどうでしょうかね。ちょっと週7は GBPJPI 出ましてね、こちらですね。これはどうでしょうかですね。今投資しましたライブ1000円ずつですね。今上がってますね。もうちょっと見てみましょうかね。どうでしょうかね。今投資したんですけど、実質勝率 93.3%、 評価勝率 82% って言ってますね。どうでしょうね。まだ上がってないですね。今はまだ前に負けてますね。これは、ああ、落っこちゃった。ダメか。負けの可能性もあるな、これ。上がってよかった。もうちょっと上がってくるよね。どんどん。
少し良かったなって。これが問題だったんだね。今投資中です、これ。左側のパソコンでね。録画撮ってます。別にカメラで。今日は初めてですね、火曜日の投資。どうでしょうかね。ここ、こっちが入ってくるか。あとゆっくりね、横ばいで。どうでしょうか。ああ、下がってきた。抜けちゃった。今負けになっちゃったね。上がってくるんかな。きついね。これ負けですね。今は負けですね。うん、下がってきちゃったな。下がってきちゃったよ。下がってきてね。ねえ、きついところだね。また下がっちゃったな。これ以上どんどん上がっていってるんだろうな。これひどい。これは負けちゃったかな。どんどん下がってきちゃったんだね。これは負けたかもしれないですね。
ここでプラス体ぐらいですね。これちょっと上がってくんないですね。おまけですね、これ。残り5分ちょっと。最悪ここはね。最悪っすよ。これはまあ最悪。これ上がってくれるとね。負けそうだな。どんどん上がってくれ。よし、これで体あ、体じゃない、まだ負けてる。もうちょっと上がってくれないかな。シグナルで負けてですね、あとこちらで2分でタイですね。あ、また落ちてる。それ上がってくれ。もうちょっと上がって。ちょっと上がってくれ。なんだ、今負けちゃったが、あと1分ないですね。こ
上がってくんないけどダメですな。残念だな、これ負けちゃったな。あと頑張り40秒こっから上がってくれね。これは負けたですね。火曜日の一番負けましたね。これね。あと9もないだろ。どんと上がれ。上がれ上がれ。ああ、負けましたね。負けました。ということでね、ちょっと。